今回は異形と共に気候に走っていた発明家、彼の名前はトーマス・エジソン。小学校に通わず自学で才能を開花させ発明王とまで呼ばれるようになった人物です。そんな彼、天才的な側面以外に変人な側面もありました。ニコラ・テスラとの間で電流戦争が勃発した際にはテスラの交流方式をディスブランディングするために暴挙に出ます。なんと遊園地の像を電気ショックで処刑するシーンを映画に挿入させ危険性を人々に刷り込もうとしたとか、最高パスですよね。歴史の裏話を発信しているのでチャンネル登録をしてお待ちください。